俺のせいなのかな。コレットのこと。俺があんな要の門を作らなけりゃ、コレットはこんなことには。その代わりコレットは心を失ったままだった。いえ、あなたが助けなければ、コレットはクルシスによってマーテル復活の道具として殺されていたでしょうね。それはそうだけど、誰かが犠牲になるのは嫌だ、誰かが苦しむのは嫌だ、その考えは間違ってはいないわ。でもね、時々もどかしくなるの、腹立たしいほどに。人はいつも一つの選択しかできないのよ。自分の選んだ真実に責任を持ちなさい。先生は厳しすぎるよ。厳しいことを言うのは、あなたがそれを乗り越えてくれると信じているからよ。あなたは強いわ、ロイド。
と。今ですけない。アンドレスサークル。ハッ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 お願いします。さようなら。コレットの病は他では名前すら聞かぬな。そうね、ミトスの文献に少し出ているだけですもの。世界再生を行った歴代の巫女で同じ病にかかった者はいないのだろうか。途中で命を落とした巫女の中にはあるいはいたのかもしれないわ。巫女ばかりが辛い思いをする。あの汚れなき少女を救ってやりたいものだ。ようやく積年の思いを果たした。リーガルさんはこれからどうするんですか。我が復讐に付き合ってくれたロイドたちのためにも、アリシアのためにも、クルシス打倒に協力する。私の力は微々たるものだが。そうですね、バーリを倒してそれで全てが終わったわけではないですね。むしろ始まりなのかもしれんな。始まり。過去から未来へ目を向けるための始まりだ。その体は大丈夫か。うん、心配かけてごめんね。そっか、ならいいんだ。これってバチが当たったのかな。私が世界の再生を途中でやめちゃったから。そんなことあるもんか。コレットはたった一人であんな苦しみに耐えてきたんじゃないか。それを罰することができるやつなんているもんか。ありがとうロイド。